今回マイナビのマンデーにちょっと挑戦するっていう話ですけど、はい、まあ、企画を聞いた時とかその辺、いや、まあとりあえずなんて無茶なことをするんだというのはありましたけど、まあでも緊張感って味わえないじゃないですか、まあ、そういった意味ではちょっと楽しみだなっていうのはね思ってます。いや、やっぱりこう全体的にこうやっぱり自分でしかやったことがないんで、まあ少し本当にいろんなことを聞きながらそういうのもまた吸収しながらこうやっていけたらなとは、うん、思います。頑張って恥ずかしくないように回ります。はい、いやもうね、そんな予選通るなんてそんなこと思ってないですけど、まあでもその最初から諦めたくはないんで、まあ、通れるように頑張ります。無理ですけどね。はい、では福留さんよろしくお願いします。はい、お願いします。まあ、今回からスタートした企画、まあ、福留孝介のやったりマンデーって名付けたんですけど、はい、まあ、福留さんにマイナビ ABC チャンピオンシップの、マンデートーナメントの出場そして、まあ、突破を目指してこうゴルフの技術をこう極めていただこうと思ってますが、はい、この企画始まりましたがいかがでしょうか。いや本当にね、カメラさん皆さん本当に申し訳ございません。こんなね無駄な企画に付き合っていただきまして、はい、現在今スコアとかそのあたりっていうのは回られてていかがですか。ああ、だいたい70後半から80前半ぐらいを行ったり来たりです。でもやっぱもちろん野球選手ですからボールの扱い方とか飛距離とかも普通の他の人たちよりは結構あるんです。いや、ね、野球のように動いてるボールの方が思った打てます。止まってる方が、止まってる方が難しい。だからイライラします。まあ今回プロの方々に、まあ、これからも教えていただこうと思うんですけども、どういうところいろいろ聞いてみたいと思います。いや、もう全てです。やっぱり結局人に習ったりとかそういうことも全くしたことがないので、いろんな話っていうのをもうちょっと事細かく聞いてみたいなとは思います。はい、ありがとうございます。ということでですね、はい、今回非常に強力な助っ人にお越しいただきました田中秀道プロ、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。28年前のチャンピオンです。お二人は初めましてとかそういったことに、いや、もう本当に、うん、もう何十年前に20数年前ぐらいですかね。そうですね、一緒にちょっとゴルフをさせていただきまして。そうなんですよ、はい、その時の印象とかってお互いに何か、僕的にはまあ立浪さん、現監督の立浪さんと一緒だったんですけども、まあ、福留選手だ、まあ、野球選手のこの飛ばしをちょっと見てみようかと思ったら完全にゴルファーだったので姿が、それにちょっと驚いた感じですね。秀道さん、そのマンデートーナメントっていうのはやっぱりかなり厳しいもんなんですか。はい、そうですね、僕も過去に数回出てはいるんですけど、やっぱり通過する人数も、ね、少ないですから、まあ、そこを考えるとやはりかなりハイレベルなスコアになっていくと思うんですけど、まあ、それをいいスコアを出さなければいけないっていうその余計なプレッシャーに勝たなきゃいけないと思うので、まあ、しっかり落ち着いてマネジメントをしていくのが一番大事なんでしょうね。はい、そのコア的にまあどれくらいを目指していくっていうのが、先ほど70後半から80ぐらいってありましたけど、はいはい、まあ、このマイナビ ABC のマンデーでいうとやはりかなりの、ね、アンダーパーが出る、はい、予選通過しようと思うともう5アンダー6アンダーを目指さなきゃいけないと思うので、まあハーフ3アンダーみたいな気持ちでね行かなければいけない。解散しましょうか。撤収。とはいえ、つつも、はい、とはいえ、改めて福留さんから秀道さんに聞いてみたいことなどあれば一度ちょっとここで。いや、もう本当に全てのこと、いろんなこと、まあ、ティーショットからやっぱりグリーン上であったりその周りのアプローチであったりで、僕ら、ね、こういうラフであってもこう何気なしに打ってるところとかいろいろあるじゃないですか。やっぱそういうところもこうプロの方はこういうラフだったら目がどっち向いてるとかそういうことも考えながら、ボールに下にどれだけ隙間があるとかそういうことっていうのも自分の知らない知識っていうのは本当にたくさんちょっと聞いてみたいなと思ってます。急にプレッシャーいろんなことを教えていただければと、はい、福留孝介であったりマンデーよろしくお願いします。よろしくお願いします。福留孝介のやったりマンデー。すげえ。
では1番ホールやってまいりました。はい、はい、まず福留さん、はい、パッとコースを見て印象はいかがでしょうか。狭い、なんか左はもう全くダメだろうなっていうのは、うん、感じますね、うんうん、はい。では改めてこう平光さん、このコース1番ホールというのはどうですか。はい、まあここはね全長はそんなに長くないんですけども、まあ、左右のバンカー効いてますね。右のバンカー越えるのも270、左のバンカー入るのも270ぐらいなので、まあティーショット的に一番ドライバーでもね、こうちょうどバンカー関わってくるので、まあどうですかね、その飛距離にもよりますけど、ちょっと右サイドを狙って少しバンカー越え頑張って狙っていくのか、まあはたまた左のバンカーに届かないようなクラブで、例えばフェアウェイウッドとかでフェアウェイに置いてセカンドショットそこから頑張るのかっていう、まあそういう2つの選択があると思うんですけどね。はい、山下さん、ティーショットドライバーでの飛距離とかどれくらいいいですか。まあ当たれば280ぐらいはいくと思うんですけど、うんうんうん、当たる確率の問題ですよね。そうですね、ですからまあ右サイドのバンカー越えを狙ってしっかり行って、右のラフでも少しでも番手の短いクラブで打てるようにって考えるのか、まあ気持ちいいスイングしてフェアウェイに、フェアウェイウッドでキープ、フェアウェイキープを狙うのかっていうところですけどね、うん。まず福山さん、じゃあ打ってみましょうか。そしたら、はい、普通に、まあ、ちなみにね、お話もちなみにちなみにですよ、はい、一発目なんで、はい、ちなみにですよ、はい、ちなみにショットで、じゃあこのちなみにショットはどうしましょう。どんな感じで、まあ、もう右の一応バンカーをめがけて、うん、はい、行ってみます。行ってみよう、はい、はい、OK です。ほら、うん、滑る。はい、もう一個いきましょうか。すごいスピード。うん、うん、フェアウェイですね。うん、ね、本人的にフィーリング、今のはどうです、どんな感じですか。いや今のでもうやっぱりちょっと、うん、まあ最初のやつをこうバレージやってる中で、あ、行き過ぎるからって言って、やっぱどうしても体を止めてこうピュッてこう手を走らせたりとか、うん、なるほど。まあ、今のも、まあ、全体的にスイングはそんな悪くないと思うんですけど、ちょっと一回アドレスもう一回取ってもらえますかね。今の同じような感じで右のバンカーの左端狙いぐらいですかね。うん、OK、これでバンカーのどうですか、真上ぐらいですか、右左端ぐらいですかね。バンカーの、うん、僕のイメージとしてはバンカーのちょっと真ん中から右寄りぐらいです。OK、うん、じゃあそのままいいです、そこにいてくださいね、はい、クラブ離してください。じゃあそこにいてください、右へ僕入ってみますね。はい、 OK、 後ろから見てみてください、はい、まあこの向きぐらいですね。これはどうですか。そこの木向いてます。もうちょっと右行ってますよね、はい、思ってるよりも、はいはい、なのでポジションが自分が狙ってるところよりもまあ10ヤードぐらい右を狙ってるところから始まってるので、うん、そのまま行くと、まあ、右の林方向に行きやすいですし、うん、その誤差を感じてないまま打つとやっぱり左にもこう逆の動きが出やすいので、うん、もう少しバンカーの左端ぐらいをちゃんと綺麗に向いて、まあ、できるだけこう近くに目標を取って近くにポイントを少し見つけて、はいはい、体のラインというよりもそのポイントにちゃんと構えてみましょうかね。うん、これだったら向きが綺麗ですね。それでちょっとナチュラルに打ってみましょう。ちょっと左向いてる気がするかもしれませんけど、はい、ライン的には綺麗です。そのまま自然と打ってみましょう、さらっと。うん、これでもう向いたところに飛んでる感じですね。ちょっとやっぱり右のバンカー向いてるっていう意識だけど、今のだとちょっと左っぽいなって感じします、ね、いや今僕も逆に左のバンカーの右端ぐらいを向いてるぐらい、なるほど、イメージが、うん、今のでも今の向きをアジャストしてやっと最初のイメージに近いところ向いてるので、はい、ラインは綺麗に合ってたと思うんですよ。ちなみに姫井さん、そのアドレスで言うと、はいはい、この一発目はどうしても右向いてしまってたっていうのは、はい、ちょっと
気持ちこう どこを目線にというかどこを起点にこう作っていけばいいんでしょう。そうですね、まあでもこの空間にこのラインに対してこうやって行こうと思うと意外とラインがずれてしまう傾向があるので、後ろから見て近くのポイントにちゃんと合わせる方が、この空間だとこう全体的にこう肩とか腰もこうずれてきやすいので、もう一番シンプルにポイントに合わせていくっていうのが一番大事でしょうね、はい、あとはやっぱりバックスイングで少し、はい、まあ、右に向きすぎてる感じもあると思うんですけど、気持ちインの方が最初から強かったので、はい、インサイドから上がってちょっと逆に開き気味のベースがあったので、もう少しまっすぐから気持ちまっすぐ目から男性でちょっとインからってイメージがあって、はい、最初にインに来ちゃうとちょっとこっちの動きが入るので気持ちですね、はいはい、だからこれがこうからの最初こういう動きが入って、最後のはこういう動きが入った、はい、なので気持ち自然にだらーんとまっすぐから、まっすぐから自然とシュッとインサイドから来るみたいなイメージがちょっといいかなと。まあね、コースに出るとね、向きがあれ思ったより左向いてるにとかって感じることもね、ちょっと難しさはあるんですけど、一旦このポイントをちゃんと決めて、そこに綺麗に立つことをまずやって、はい、でいつもよりも気持ちまっすぐ目に、最初だけですね、スタートだけまっすぐ目に上げて、うんうん、今ちょっとねヒール寄りに当たりましたけど、今ぐらいの方がクラブの動きとしてはちょっと安定しそうな感じはありますね、はい、最初の段階が体の動きこう向いたそこにクラブがあるというよりはちょっと内側にクラブがあった感じなので、今ぐらいのところが自然に胸の前にクラブがある感じだったので、やっぱりこうやって構えてる分こっち側にこうやって引きやすいですね。そうですね、そのアングルがこうさせてるんだと思うんですけど、ね、綺麗に立てればもう少し自然とここに懐ができると思うんですけど、こう向いてるからちょっとこうなった感じですね、はい、なので自然、そうですそうです、そこぐらいまっすぐ来ていきますよ、ちょっと待ってくださいね、このままナチュラルにこっからのふわーって感じでインからこう来るような、こういうイメージがあれば、で左の足からそうこっからで左の足からキュッと、こういう感じだったら自然にこうインサイドから来るって、はい、うん、でビヨンと振ればいいですね、そしたらよりオンプレーンに振れそうな感じ、はい、素晴らしい、クラブに任せてちょっとだけまっすぐ寄りから楽にから楽にすごいな、うん、もう一個いきましょう、今のも結構いい感じですよ、はい、いい感じで、もう一個ポイント、はい、気持ちまっすぐ目に上げてなんですけど、この切り返してこういう意識をちょっと言い過ぎたのか、はい、真上でボールを打ってる感じなので、はい、もう少し右サイドで打ってる感じですかね、うん、ここでバーンと振ってそのクラブヘッド通過したのにこう追いかけていく感じが欲しいですかね、はい、一回素振りしてみてください、はい、そう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 、その位置でボールの自分がちょっと後ろ側でそこで振ってしまうような感じ、いいですね、じゃあよりナチュラルに回転しそうです、さらっとスピード上げすぎないように少しまっすぐから、ああやっぱスピード上げちゃうんですよここでちょっと上がっちゃうんですね、ここ、うん、まあ今のポイントはポイントをちゃんと目の前に決めてと、気持ちまっすぐ上げてインサイドから勝手に降りてくるのを待つだけなんですけどね、はい、あとはフィニッシュちょっと取って素振り一回しましょうかね、フィニッシュちゃんと取って、はいはい、そこにゴール行くイメージですね、もう一回行きましょうかね、はい、まっすぐ上げてインサイドから OK、 そこに行くぐらいのリズムで行きましょう、フィニッシュのことを考えていきましょうか、インパクトドーンっていうよりはまっすぐポイント決めたら、うん、気持ちまっすぐ目に上げて、あとはフィニッシュのことだけ考えて、くっわいい球、くいい球、うん、うんうん、今のなんか8割ぐらいに感じますかスピード感、全然振ってないのね、けど映像見てもらうと多分分かるんですけどすごいスピードなので、はい、今ぐらいで、まあ、ちょうどいい感じの 90% ぐらいに見えるので、うん、バランス的にはいいかなと、いや今こう
ちょっとフィニッシュでってこうやって立つことだけを意識して振ったんで、はいはいはい、あんまりここでこうやって打とうっていう意識はなかった、うん、いいですね。ポイントがここに行くことでここのことが通過になったので、ここに意識があるとどうしてもいろんなポイントがずれてくるんですけどね、ここまで行くっていう感じで、はい、だからベース的には非常にいいかなと思います。はい、はい、次ここに意識があるというよりはその最後のことを考えて、そうですね、まあどうしてもこの点に、ね、なりやすいんですけどね、止まってる、もちろんね止まってるボールなのでこう点になりやすいんですけど、ここはやっぱりこう通過させるようなイメージがフィニッシュのことで考えておけば割と綺麗にいいところ通過すると思うんですけどね、ここを考えてしまうとどうしてもちょっと止まってしまうだけで大きな曲がりになってしまうので、なのでポイントとしてはその目標をちゃんと構える、で気持ち、まあ右に構えてた分インサイドに入ったんですけど、まあ気持ち一応胸の前にクラブがあるイメージをしといて、うん、ゴールって考えればそれだけでも結構いい感じかなと思いますけどね。特にこういうホールはポイントが狭いので、はい、その向きとバランスをやっぱりちゃんとしておいた方がいいですかね。はい、はい、木野さんどうですかね。いや、向きっていうのはやっぱ自分でも意識はするんですけど、やっぱりこう知らないうちにこう勝手にこう右を向いてるっていうのはまああるんですけど、うん、だから今の最後のみたいに止まってるボールなんで、こうどうやってでもこう自分の体が動いたとして何してもこうやってここに集中して打とうとすることがやっぱ強いなっていうのは、うん、そうですね、だから今みたいにフィニッシュだけを考えて振ってるっていうのはちょっともう本当にここの今打つ瞬間を考えなかったんで、うんうん、それもまたちょっと練習したいなと思って。ちなみに、はいはい、マンデーの日、うん、ここからスタートする可能性あるじゃないですか、はい、気持ち的にはマンデーの第1ホール1番ホールどうしたらいいですか。そうですね、まあ1番ホールはねどうしても緊張感あると思うんですよ、余計やっぱりインパクトに意識がいきそうになると思うんですよ。なのでやっぱりちゃんとフィニッシュまでっていう、で多少ずれてもインパクトの意識の曲がるのとフィニッシュを考えた曲がりって多分変わってくると思うので、ちゃんとしたバランスでトップからちゃんとゴールまで行くっていうことだけは大事にすれば、まあマンデー関係なく一番ホールってのはそういうことかなと思いますけどね。はい、結構今の藤見さんの話を総合的にやってこう形を作っていくことみたいなことが大事なんでしょうか。うん、もうとにかくバランスですね、はい、ちゃんとリズムよくフィニッシュまで振るっていうリズムをちゃんと整えておいて、で今の福留君なんかで言うと、まあ、今ドローもフェードもって言ったんですけど、今結構ストレートフェード系の球が多かったと思うので、割とフェアウェイ真ん中に近いぐらい向いてフィニッシュまでっていけば割と攻略できそうな気はしますけどね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではセカンドチェーンの方に、はいはい、あ、そうでしょう、一番方に左のバッグ、今のちょっと浮いてますね。そうですね、はい、前から見たら全然大丈夫ですよね、はいはい、その砂の音って言われると、はい、あ、そういうことか、はい、